女子サッカーさん、試合後にユニフォーム交換してしまう。みんなやれば自然になるよな。確かになんでやらないんだって思ってた。女子サッカー見ようかなって思ったわ。試合終了後のユニ交換はサッカーのいいところだよな。汗でベタベタのユニフォーム交換ってサッカーの習慣。いや、ユニ交換は美しい瞬間だろ。まさにサッカーの醍醐味だよな。試合後はノーサイド、一緒だからな。三笘の日焼け後かっけえな。あとやっぱ筋肉すごいな。今回紹介した記事や引用した内容については、概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。